のぷっぷっぷ。皆さん、明けましておめでとうございます。まいです。みよんです。二人合わせてチェリップです。おめでとうございます。おめでとうございます。まあね、世間ではもうちょっと経ってますけど。あ、そっか、ほらね、放送上これが今年一発目ということで、うん、そうです。めでたいですね。ね、めでたいね。やっぱ話すと忘れるわ、何だったっけ。あ、この番組は休日のひとときをあなたチェリップでぷぷぷと過ごす番組です。はい、そんな新年一発目、チェリップのぷぷぷのテーマは、うん、尊敬ということで、このテーマについて一言お願いいたします。敬意登場。なんか難しいこと言うじゃん。なんかガイナレでよく聞くなと思って、聞いたなと思って言ってみました。でも多分ね、それちょっと違うと思う、うん、違う、それ違うと思う。なんだか剛健だった気がする。それも違うと思う。あ、なんだったっけ、なんだったっけ。質実だしね。あ、そう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 。いや、違う違う違う。じゃあ敬意、なんとかなんとかなんとか。あ、そうって、嘘続くだけで敬意は一個だ。一個一個一個。そう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 。やばい。あのね、新年明けてもね、皆さん、うん、こんな感じですわ。いや、でもまあいいでしょう。いいでしょう、うん、割とね、あのいつぐさんのこの割とまとまってるこの調子も、うん、いつも通り相変わらずということで、今年もこの時間をぷぷぷっと一緒に過ごしていただけるといいなと思います。それでは今日も最後までよろしくお願いします。ザ・ベスト10。さあさあ、はい、今年も始まりました。おめでとうございます。古い新しい関係なくですね、うん、もう素敵ないい曲を聴いて、はい、勉強して私たちのパワーにしていこうじゃないかという、うん、もうリスペクト尊敬の詰まったコーナーであります、ね、でベスト10と言いつつですね、うん、1曲しか流れないというのもそうですね、おなじみでございます。左ベスト1でございます。で、うん、今日はですね、うん、尊敬という今日のテーマもありまして、私たちの先輩の曲を流したいなと思っております、はい、でこのコーナーっていうのはですね、この曲に今日流す曲にまつわるこう、うん、お話をして、みんなで今日何の曲が流れるのかなっていうのをちょっと考えて、うん、で正解曲を流すというコーナーでありますの です、ね、この曲についてのね、こうなんていうのエピソードを今から話していこうと思います、うん、分かった、まあ、言った通り先輩の曲なんですよ、はい、もう大先輩ですね。おお、かぶったかぶった。本当に今日ミオンがここにいます。本当です、うん、ちゃんとスタジオで伝えとこうと思って、うん、スタジオで収録できております。で、どうぞ。この曲はこの方の3枚目のシングルでございます、うん、で CM ソングでセシルチョコレートというチョコレートの CM のテーマソング、うん、CM ソングとなりました。セシルチョコレート。でこれをきっかけに、うん、あの一気にこの方とこの方の曲がこうこうグッと広がって、うん、ゴッと行きようとしたらゴーって感じで、まあまあまあ、広がって、うん、で初めてこの方にとってオリコンチャートのトップ10入りを果たした曲です。でザ・ベスト10にも初のランクインを果たして、うん、もうこの曲によって売れた売れっ子のアイドルとしての地位を確立したという感じの曲です。いい、ね、チョコレートいいな、羨ましい、ね、やっぱりなんか ね、 いいよね、芸能人って感じしますよね。一番すごい綺麗な感じする、ね、整った人しかやっぱできないみたいな。それこそ今セシールチョコレートさんないですけど、うん、ガーナとか今もやっぱりこうなんていうの、誰が見てもいいなって思う女優さんとか起用されるじゃないですか、ね、うん、なのでやっぱりこうステータスかな、登竜門っていうかっていう感じだなって思います。でこの曲は竹内まりやさんがこの方のために作詞作曲を手掛けた学園三部作の最終作になる曲だそうです。でね、これがねすごい結構面白くてね、このまあこれは3作目だから、なかなか会えない恋人を思いながら素敵なレディへの成長を夢見る少女のときめきを歌って、あたかもファンの男子と次第に愛を深め合っているかのような構成になっているという深い曲です。いいね、それはいいですね。でこういうのであ、うん、いいなって思っちゃうのかな、うん、やっぱり。いや、それはあると思う、やっぱりなんか、うん、あれじゃん、それこそ、うん、
今実物があるんですよ、うん、ここにありますね、当時のままのがあって見るとやっぱりね、こう、今と違ってさ、やっぱ洗練されてるじゃないですか。分かる分かる、化粧もすごく薄いですしね。だからこう、それこそクラスメートでこう高嶺の花的な感じでいる子が、まるで自分に歌ってくれているかのような感じなんだろうな。あ、そうだろうな、聞いた方はな、ね、うん、だからすごいファンの方もこう、うん、熱い方が多くて、まあ、いろいろとね、すごいなんていうの、影響力があったじゃないですか、うん、後々 だ、ね、だからそういうことなのかなと思って、うん、オーラっていうかやっぱり求心力がすごいのかなって、うん、そういういろんなトータルで、それはでもあるだろうね、だからすごいね、やっぱりそういう、うん、なんていう、芸能人とはこういうものだ なんだなって鏡だな、ね、うん、思いますもん、やっぱり、うん、で今回はですね、このその方の今日流す曲の方のベストアルバムを、うん、送ってそういただきましたね、来てくださいまして、そこから流させていただこうと思います、うん、で、いつもねその方は、うん、こうチェリップ応援するなんかポスターみたいなの作ってくださったりとか、ね、で絵を描いて、素敵な絵を描いてくださって、ラジオだとお見せできないのが残念ですけど、うん、本当に素敵なプレゼントをしてくださってる方で、ね、ね、今回もこの今日のテーマにぴったりなリスペクトできる歌の詰まった曲が、はい、詰まっているこのアルバムをくださいましたので、せっかくなので、うん、 そうだね、そこから今日は曲を流したいと思いますので、それではいつぐさん、発表をお願いいたします。今週の第1位、ドリーミングガール、恋始めまして、岡田由紀子。ぷぷぷ、さあ改めまして皆さんこんばんは、チェリップのミヨンです。マリです。後半はですね、皆さんからいただいたメッセージ、うん、ふつおたを読んでいこうと思います。オッケー、ラジオネームカボです。お、ありがとうございます。マリさん、ミヨン姫ワークスの皆さん、おきましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。本年も昨年以上に楽しい時間をよろしくお願いします。お願いしますね。そしてミヨン姫、新成人おめでとうございます。本当だ、おめでたいです。ありがとうございます。受けるなんで、いやー、惚れ惚れする艶やかなお姿はい、ごめんね改め、今日前が風なんだ よ、前回改めミヨンがな、ガラガラしちゃったけどな、改めまして、改めて惚れ直しました。あら、だってよ、前も惚れ直したよ。だってあれ、いや、さっきまではすごく良かったよ。艶やかって言うんだって、艶やかって言うのが良かった、良かった、あれ、うん、キラキラしてた、キラキラしてた、うん、そう、早く読めって言われたけど読むね。ところで昨年12月後半はおいロックスシングルリリースイベントを中心とした怒涛の関東 6.5 日間遠征、本当お疲れ様でした。ありがとう。これだけの長い遠征で多くのライブをこなし、加えて著風調布ビューさん等のラジオ出演もして、うんうんうん、ね、調布ビューさんな、うん、そうだ、本当にお二人アンドワークスの体力気合には感服と敬意の念でいっぱいです。改めてロックスシングルインショータイムとキープオンについて本当に素晴らしい、気持ちのいい二人の持ち味を 200% 発揮できる楽曲ですね、うん、完成度の高さはご当地アイドルの息を脱しています。お、さあ2017年、チェリップのさらなる飛躍と挑戦を祈願しておい、あっぱれチェリップ、今年も前向いて全速力だー、だって。あらあらあら、ありがとう、いいメッセージでしたな。いつぐさんの読みを除いて、ああ、なんだ、新成人だぞ。どうだった、成人式だっただろ。あのね、みんなね、うん、結構変わっとったな、やっぱり変わるもんだね、やっぱね。でも日本は変わらんって言われた。変わらんって、うん、変わらんって。都会に染まってないって。いや、なんかあの、わかる、なんかね、わかんないんだけど、多分ね、中身が化粧をね、してもらうじゃん、うん、みんな、うん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 、女の子は、そう、みんな自分でしていったんだけど、いや、それでよかったと思う。だからみんなね、ちょっと若干跳ね目にされてね、うん、一瞬わかんないみたいな、お手もやみたいにされるけんね、やられたポンポンって感じされるからね。そうそうそう、自分でやるのが正しい。すごい、あの一瞬、え、みたいな、こんな派手だっけみたいな感じの子は分かんなかったり、うんうんうん、あと、メンズはすげえ派手になってるか、すげえ落ち着いてるかのどっちかで、すごい分かりやすい。やべ、メンズな、面白いよな。でもね、言ってもミオのクラスはね、うん、
あの中学最後のクラスだよ、うん、まあ、もう大好きすぎて自分たちのクラスのことが、うんうん、1年に1回くらい集まってるの、卒業した後も。だからね、あんま変わり映えがねしないね。まあね、それはあるね。でもみんな大人になりました、無事に、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだお前何で前言うのやねん。ラジオネーム横浜だよーんです。お、ありがとうございます。横浜だよーんだって。メンバーの皆さん、あけましておめでとうございます。おめでとうございます。みおんさんは成人式もおめでとうございます。お、ありがとうございます。みおんさんの振袖ギリギリ決めた伝説の話を詳しく教えてください。あ、やっぱりそれ知りたい。あのね、みおん、なんかみおんちが、みおんちがあんまり成人式に興味がなくて、そうだな、うん、お母さんも してなくて写真だけ撮ったみたいな感じだし、うん、パパもあんま行くみたいな、うん、もう行っても別に行きたいんだったら行ったらみたいな感じだったから、うんうんうん、でもみおんたち土日がさあれじゃん、うん、イベントじゃん。そうそうそう。でみおん神戸にいるから決めれなかったのっていうのは、うん、それ重なって、ね、うん、あの最後までどうするか分かんなくって、うん、でもなんかみんなからみおんに、うん、みおん来るでしょみたいな、うん、まあ、連絡がすごい来て、うん、忙しいから多分気になって多分連絡してくれたんだと思うけど、まあ、うん、じゃあ来たからこれ行くしかないのかって思って、うん、行くべき、あのね、前日に振り袖決めた。やばくね、やばくね。でそしたらスタッフさんの中で伝説になって、朝礼で、うん、その前日朝礼担当してくれたスタッフさんが昨日決めに来た人がいましたみたいな、多分行ったんだろうな、うん、その1日の、ね、うん、あれ総括みたいなやつ増えるわけだけ、うん、で行ってだけ会うスタッフさん、うん、会うスタッフさん、前日レンタルの藤井さんねって言ってそれが名前になってるのよ、みおんの。でもよかったな、それで全部セットでできて。あのね、しかもね、前日にでもちょうどキャンセルが入って、うん、うわ、全部やってもらえることになって。キャンセルってどんな状況だよ。でもインフルとかじゃない。あ、そうだね、前も風邪ひいてるし、うん、インフルだで、うん、なキャンセルがあってちょうどみおんが入れて、そこよかったな。でしかもそんなさ、ギリギリの時に借りに来る人なんかいないからさ、うんうんうん、あのでもそれでもおったらっていう感じですごい安くなんか半額、うんうん、とかになるキャンペーンやってて、でも、うん、多分すっごいいいやつ、なんかランクがつけられてたんだけど、うん、だね、柄がやっぱ多い方が女の子の振り袖高いんだって、うん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 、だけどすごい柄入っててもう半額だったから、うん、最高だな、よかったな。だからすごいね、みお恵まれてた。やべえ、2017ついてんじゃない。すごいついてるの。だからついてんだ、やべえな。だからあの振り袖姿気になった方はあのツイッターを見ていただけたら、見てください、載っておりますので。いい感じだったな、前日にレンタルされた頑張ったな振り袖です、うん、来年のね人はもう決まってるんだけど。ああ決まってる決まってる、そういうのあるある。今年は偶然残ってた奇跡の一枚なので、うんうん、描いた。あのミオンのお気に入りは襟を可愛くしてもらったので、うん、襟を、ね、見てください。襟注目してください、うん、以上です。ありがとう。よし、これは三浦さんだ。お、三浦っちありがとうございます。まゆさん、みおんさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も年賀状に出演していただきましたので見てやってくださいませ。ね、すごいありがとうね、毎年。昨年もたくさんの楽しい時間ありがとうございました。今年もみんなで素敵な思い出をいっぱい作りましょうね。だって全身あるのみです、三浦。いや、このね三浦さんはね、あの年賀状にね、うん、チェリップを使ってくださっているんですよ。そうそう、毎年すごいよな。ねえ、やべえよな、こんなこといいのかって。娘かなってなるよね、一瞬ね。娘って言ってください、もはや。なあ、お願いします。オッケーオッケー、娘で。嬉しい。よければみおんちの、あの、うん、写真とかも提供しますので、うん、使いたかったら全然何でも使ってください。すげえ、あの集合写真めでたく撮りましたから、うん、嬉しいよ。あ、そうだね、やばいけど、うん、お母さんとねこれね、顔ぼかし乗っけちゃダメなのかなってくらい面白いんだけど、あれやばいよ、ね、なんかお母さんがね、なんかお母さんがいろいろ言い訳してるんだけどね、あの予約するとね、シャッターのタイミングが分かんなくって、そうそうそう、あの腕をね、あの進撃の巨人の心臓を捧げようってポーズがあるんですけど、拳をこう心臓の位置に当てる、いやあれをねやっててね、うん、お母さんだけ、そうそうそう、しかもまあまあのドヤ顔ってあれやばいみんながな、あのおすまししてきれいに立っとる中なんかでお母さんだけはっはっってやる気あるみたいなのがやってすごいね、気合入った顔してる。写真とか面白写真あるから、あるある、あいつ使ってほしい。来年はあれかな、やべえな、藤井家の年賀状。あ、いいな、それ笑いもそれ笑い、すげえ、あれ一瞬で 見たらもう一瞬でみんないい感じ写っとるのな、一人なんかな、次やる気あるよな。そうそう、あの藤井家を知っている人で時々ね、あの、うん、ライブに来るから、ね、定期に来るから、うん、知っている人が見たら多分すごい面白い写真だと思う。で奇跡の一枚が撮れたりとかしましたので、うん、よかったよかった。ちょっと使いたい方教えてください。いるかって感じで、ありがとう。よし、ラジオネームワイワイです。お、ワイワイさん、ありがとうございます。アイドルがファンからもらったプレゼント、おヤフヨク
ヤフオクやメルカリで処分している問題が話題になっていますが、確かに置き場に困るとか事情もわかりますし、うん、難しいものだとは思いますが、うん、直立直立にどう思われますか。じゃ違うでしょ、何何、それ率直たがりでしょ、それ直立してどうするね、まっすぐ立ってどうするね、率直だけもう、あ、あ、どう思いますか、そう浮かんで、うん、考えずに素直にどう思うかっていう話ですよ。チルブの皆様、もらったプレゼントはどうされてましたか。だってまだぶっこんできたな、ぶっこんできたな、今タイムリーな話題だよな、すげーぶっこんできたわ、びっくりしたよあれは。いやでもね、あの、うん、ミオンたちが、まあ、それこそミオンも成人していい年っていうのもあると思うけど、うん、あのお人形とかはミオンたち来ませんよね、ないし、なかなか、ね、服とかもね、うん、やっぱりこだ眉とか特にこだわりが強いっていうのは知ってるから、うん、そういう女の子したプレゼントはあんまないから、すげー実用的なものばっかりくれるんだよな、パックとかね、入浴剤とか、ミオンの場合どん兵衛とかね、うん、それなお米とかな、お米とかそういうのだから、そうそうそう、あとあのお化粧品とかね、うん、あのいくらあっても大丈夫な口紅系とかハンドクリームとかが、そうそうそう、チェリップは、まあ、あの皆様多いので、うん、ありがたいことに、なので全然ね、そうそうそう、困ったことはねないですよ。どうされてますかっていうのは使ってるよね、使ってますね、ゴリゴリに使ってる、ね、ミオンとかだってミオンの唇のあれをね、ほんと心配してね、リップクリームがね3本くらい、ね、バームが増えましたから、あれはありがてえの極みだよな、ありがて、無事治りましたけどね、うん、先日ね家に帰ってね、うん、安心したからか知らないけど反対側が裂けた、ね、なんでやねん、痛かった、なんでやねん、また塗らんといけんな、塗らんといけん、塗り塗りしますわ、そういうタイムリーな話だけどね、なので、まあ、だからチェップは全然別に大丈夫、うん、大丈夫って感じ、そんなものをもらってもまあ売りはしないよね。もうだってね、うん、家もうスペースがなくなったらどうしようかっていう感じになるかもしれないけど、うん、まだスペースがなくなってないし、そう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 、あればあるほど人形とか家が可愛くなるかなって思うので、うんうん、まあね、まあもらわないからあんま分かんないね、うん、いいかなって、うん、スペースがなくなるまでは置き続けますよチェリップは、うん、全然スペースがねなくなることがないと思うので、うん、ほんとほんと、それはその時が来たら考えますわ、まあ、その時が来たらまあ分かりませんよわかりませんよ、だってありがとう、でもね結構そう言ったけど実用的なものが多いのでチップ大丈夫ですわ、うん、うん、ありがとう、いくらあってもみんな考えてくれてる、ちゃんと、ね、そうそう、好みも分かってくれてるし、どん兵衛めっちゃありがたかったですしな、食べ物はマジありがたい、ありがたい、みんなとか一人暮らしだからね、うん、っていう感じですので、うん、あのこれからもチェリップ、うん、皆様ライブに来るだけでいいのでぜひ、うん、そういう面でぜひチェリップ支えていただけると嬉しいな、うん、プレゼントはいいんですよ本当に、プレゼントね、ライブに もはや欲しいからみんなちょうだい、なんでやねん、プレゼントちょうだい、なんでやねん、うん、今ライブに来るだけでいいよって綺麗にまとめたところでうるせえな本当にお前はよ、もうだってもう何でもいい、お前何でももらえるものもらいたい派だからね、だってだから気が向いたらみんな、うん、ほんとほんと、マユにプレゼントあげてやってください、うん、頼みます、それでは新年の幕開けということで、うん、今日はチェリップのデビュー曲を流していきたいと思います、うん、それでは聞いてください、チェリップでチェリチェリップ魔法の言葉、
ですね、今日はこのラジオとさっき取材がありまして、それがお仕事始めでありました、うん、そして今日はなんと、うん、ライブ始めが地元鳥取で米子でありまして、あの今年もさまざまなライブで皆さんと会えればいいなと思います、うん、で明日はそんな願いが早くも叶いまして、はい、なんと大阪でライブをさせていただきます、うん、去年もね出演させていただきました、うん、あのディスキュニオンさんと、うん、そしてセルヌアイドルさんのね、うん、あのイベントがこう合体したやつですよ、うん、覚えてますか。でこれは心斎橋のサンホールさんであります、うん、いいとこだね。であの出演するメンバーさんもとても豪華でありますので、はい、ぜひぜひチェリップの運営予約も受け付けておりますので、うん、来ていただけると嬉しいなと思います。詳しいチェリップの情報はどうやったら分かりますか。おっとチェリップと検索してください。皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで今年も地元を大切にしつつ、うん、全国いろんなところで活動していきますので、うん、チェリップをどうぞよろしくお願いいたしますね、皆さん。ということで、うん、来週もまたこの時間に皆さんラジオの前でお会いしましょう、うん、おいえなんやねん、ラジオっぽいよ、ラジオっぽいですか、うん、いいね、いいね、ちょっとねやっぱいいよ、こう4年続けている感じを出していこうと思うので、うん、こうしてラジオの方も頑張っていきたいと思います、うん、それでは皆さんせーの、おやすみなさい。マイです。ミヨンです。2人合わせてチェリップでした。バイバーイ。 I know you know.